ドセミなんです。ありがとうございます。ね、俺さ、あとセピアさん聞きたかったんだけどさ、まあ、答えられる範囲でいいんだけど、僕の中のね、イメージってセピアさんやっぱその英語を流暢に喋るっていうイメージが、イメージあるんだけど、あれのソースというか起源は何なの？あ、まあ、なんか答え、パーソナルな部分だから答えられる。結構悔しいことがあって。あ、悔しいことがあったよ。で、頑張って練習しました。あ、そうなんだ。いや、あのね、あの一回なんかあのスタジオで楽器の練習して帰りに、うん、あの電車の中で外人にめっちゃ絡まれたの。楽器持ってるの珍しかったの分かんないけど、うん、もう何言ってるか分かんないよって僕嫌になってたら全部英語で返すからさ。すげえ喋ってる。あの確かあれだよね、あのもうこれ言っちゃって大丈夫ね。下北のスタジオ入って帰りで、あれドラム持ってて、あのスネアドラムの太鼓持ってて、うん、でマリオさんキーボード持ってたら、内容忘れたんだけどさ、この楽器はどこの楽器だいとかって言われて、うん、なんかね、ヤマハの太鼓かいとか、多分彼もやってる人だったのかな。あ、なるほど。ヤマハの太鼓だかいってので、いや、パールですって。え、それなんて言ったの、なんて言ったの。そのやり取り僕全部分かってねえから。パールじゃんって、ごめんなさい、プロもうさ、もう嫌だ、この決め打ちされたこの流れ。いや、だって俺だってちゃんと喋れるようになりたいもんだって。何の拍手か分かんないけど。何、もうさ、がっつり今特等席で見ちゃったよ、 R の発音。いや、俺だからね、もう何回も言うけど、あの一般的にさ、その高校生とかいるかとか分かんないけどさ、日本人のさ、悪しき習慣としてさ、高校の授業で、ね、発音いいやつが一人ね、なんか聞こしゅうとか、英会話とか習ってるやつがすごいネイティブに発音するとなんか笑いがクスクスみたいな怒ると、俺すげえ嫌いだったの。ああ、うん、すごい嫌いだったんだけど、大人になってセピアさんで実況動画見てたらものすごい英語綺麗に発音してて、それ笑っちゃったの俺。でそれ、あ、悪いなと思ったんだけど、ですごいと思って、一般的にちょっと隠したくなっちゃうじゃん、そういう風に生きてきてたから俺は。多分ね、それを隠すような人間は、うん、あの実況界隈で、うん、あれでしょ、出てこらないでしょ。まあまあね。でもそれをね、バーって出すのってすげえなーと思って。だいたいそういう度胸あるやつばっかりじゃないですか。なんとなく。あ、まあね、ちょっとあのぶっ飛んでるような。うん。今日そうでもないのかな。そうでもないのかな。でもそうなんじゃない。本当にもう半分時間経ったんだね。え、マジで？やばい、セピアの英単語のコーナー早めにやっとかなきゃいけない。いや、もうさっき言いました。さっき言いました。パールだけじゃダメですよ。さっき言いました。ダメです。もっと。なんですって。パール。恥ずかしがってんな、まだ。ねえ、うざいでしょ。ダメだな、これ。何？ちょっと真面目にやったら、はい、バカにされるかもしれないって。ちっせえなぁ。厳しいわ。なかなか言えねえな、これ。厳しいわ。もっと、はい、もっとね、はい、喉詰まっちゃうくらいの、はい、喉詰まっちゃうくらいの覚悟で、はい、下の先っちょをもあのちょっと待って、そんな、いや、それはおかしいでしょ。丸まっちゃうくらいで、喉詰まれるほど舌丸まらせるっていう、そんな習った人いる、いないでしょ。セピアさんだけど、あのあれのあれ葛飾北斎みたいな感じ。葛飾北斎の波葛飾北斎のそう波みたいな。なんで、なんちょっと待って、あれみたいな感じ。英語の R の発音を葛飾北斎に例えるやつ世界に一人だけっすよ。出たね、セピア節。今日すげえ、葛飾北斎の絵のように舌を丸めろって。勢いもね、勢いも富士山を飲み込む勢いで、はい、おかしい。絶対おかしいよ、それは。それはおかしいでしょ。今のはどうだったのよ。今のおかしいでしょ。波の何もか来てるわ。いや、今のおかしいでしょ。明らかにそんな外国人見たことないよ。でもまあそれぐらい恥ずかしがらずやれよってことだよね。いや、なんかすいません。おもろいわ、本当に。っていうので、俺は本当にもう魅了されちゃったの。